風女タウン、涼しい気候にもかかわらず風車とポケモンで農業に励む田舎町で、なんか近くにあるな。フロストケイブ、降ってはつまり溶けることのない雪が幻想的な空間を作り出した。氷タイプのポケモンがいいのかな。秋になった。下は別に行けるな。うわー、なんかいたー。グッバイ。あー、終わりじゃ終わり。こっから落ち葉のとこにトレーナーがいるかもしれないと思いながら歩かないといけないのこれ。あ、なんかバッグ見つけてる。あれはトレーナーのアイテムなの。元気のかけらー。オッケー、この辺トレーナーいないこと確認したので帰りましょう。二つある。違う。これはトレーナー？これも違う。あ、なんか物がある。あれはトレーナー？右は。あ、違う。でも一通だ。別に戦わなくていいっちゃいいけど。グッバーイ！まあ、満タンでいっか。結構傷ついてますね、ポケモンたち。違う。シンプルにみんな40代近くのポケモン出してくるようになったから、まあ、硬いよね。あの一通は別に通っても、こっちに帰ってこれんのか。じゃあ通るか。違うよね。これ何？ヒメリだ。これは何？関係ない。ああ、それは取れなー。グッバイ。さよなら、バイバーイ。はーい、お疲れ。これは。まあ、いっか。いやー、お前取れなかーい。まあ、トレーナー来てもいいかと思って駆け抜けようと思ったらトレーナーが来たわ。はーい、お疲れ。下もあるな。ああ、トレーナーかよ。はーい、お疲れ。くそ、隠れてるから先をがあんまないんだよな。あの水辺は波乗りできたのか？別のエリアだな。波乗りできんのか。あ、できる。別に野生のポケモンに会いたくはないので、スプレー使うか。スプレー。シルスプ。スイート。これは何だい？ポイントアップ。反対側は何だろう。あの木のエリアに行ける場所か。トレナじゃない。あ、だけか。じゃあ陸で帰るか。オッケー、帰ってきた。下も行けるな。なんだこれは、遺跡っぽいな。スルーできるな。戦うか。経験値ちょっと欲しくなっちゃったもんな。話しかけてはないんだよな。そっちから話しかけてきてんのよ。はい、お疲れ。解散、解散。こっちも行けるよな。次、あ、そんなに長くはいけ。飛び石か、これ。びっくりした。車止め的なやつかと思ったら。え、こっち行けるな。あ、行けねえのかよ。シルスプそろそろ、やっぱ切れた。まあ、街に入るまでかけっぱなしでいいだろ。滝登りがあれば行ける場所があるな。てか、いっぱい行けるな、本当に。
世界って広いね。なんだこれ。え、何もない。こういう時はダウジング。羽か。なんだこれ。山か？掲示板。いやーなんか来た。誰？ああ、火炎獅子。フラターナ博士とメガ進化について調べたところ、ポケモンの秘めたエネルギーを一時的に解放することで、通常の進化ではありえない力を発揮するようですね。これは全てのポケモンや人に可能性があるのか、それとも選ばれた存在のみに可能性が秘められているのか。何を意味していると思いますか？投げかけるだけ投げかけて、一方的に切りやがったな。何今の電話、いる？ああ、胞子の影響受けません。これなんだ？ああ、そういうのもあるのか。でかいな。弱くどき。微妙。ちょっと親分が、電気技ばっかなんだよね。で、叩きつける覚えてるけど、別にいらないから、忘れさせよう。まあ別に、早ざましいんで、なんか他のやつ覚えさせてもいいからね。割ってもらおう。ほい。フラッシュとか穴を掘るとか覚えてもらってもいいけどね。強制キプス。なんだっけそれ。強く育ちやすいってやつか。努力値が増えんのかな。トレーナー、あ、かわしちゃった見事に。ちょっと。はい、終わり。はい、終わり。なんか今、はい終わりって2回って気がするな。岩砕きは、そんな実戦で使える技じゃないから、消したいっちゃ消したいな。なんか、鋼か毒の技覚えてほしいな、誰か。ないかな。毒しかねえや。毒の技が。じゃあ今行くか。ずっと麻痺してるんだけど、回復した方がいいか。全員微妙に減ってるな。ハイホテルってこれのこと？びっくりしたー。効果切れた。ここハイホテル？はい、じゃあね。はい、おしまい。下行ける、上行ける。上は特に何もない。うわ、びっくりした。荒れ果てホテル。すごいローラースケーターがいると聞いてやってきたのですが、自分はまだまだローラースケートのテクニックが足りないようです。トレーナーかー。グッバイ。バイバーイ。また来てね。やられちゃったぜ。飛び膝蹴りが飛んできてよ。受けきれなかったわ。めっちゃ減ってるねー。満タン。傷薬系も消化しきっていたいな。もう回復の薬とかが売り出されてるから。まあ、こいつもちょっと減ってるから使っとけ。贅沢だけど。OK、全開。なんかあんのこれ。ゴミ箱がある。お、いけそうじゃない。こっちはいけんのか？下は人がいる。じゃあ一旦左で。お、タック？はい、お疲れ。
解散解散。さ、抜けましょうかね。なんだ、ダークボール、何かいたのか。ここでタックか。え、違うか。何？あんた、なんてざまだよ。使えるトリックはそれだけか。それでボスに会うなんて100万年早いぜ。え？どういうこと？あたいこう見て正直だし言っちゃうけど、あんたいけてない。もっと自分磨きなよ。なんか、覚え、条件があんのか？ここ来るための。あ、普通に敵だ。グッバイ。終わり。さ、今のバトルの間に調べたけど、どうやらトリックっていうものがあるらしくて、それを2つ覚えていかないと先に進めない。ボスに会えないっぽい。で、覚えに行くのには一旦帰らないといけないので、一旦今はいいわ。こっち側の探索続けよう。進めないのか。なるほど。OK。ここって空飛ぶポイントになってれば、帰ってこれるんだけど、なってないよな、多分。違う、お前じゃない。ちょっとダメそうだな。まあ、こっちから飛べないこともないから、いっか。ミアレに行って、ちょっと教えてもらいに行こう。あ、いたわ、こいつだ。ちょっと見えないけど。バックフリップ。バックフリップは大技。ダッシュかパラレルで勢いをつけたまま段差をピョン。あなたはできるかしら。スピードが必要なので。おお、何もの回転。おお。どうやってんだよ。急に方向転換すればできるのか。くるっと回せばいいのか。まあいいや。あともう一個はカフェを見つけないとダメっぽい。どこのカフェだろう。え、弟トロマ？びっくりした。パパもママも私らほったらかして世界一周、ポケモン修行の旅。だから弟、トロマって名前だけどびっくりした。急に言うんだもん。たまたま立ち寄った家。結構豪華な家に住んでんだな、トロバッチ。てか、トロバッチここ出身なのか。じゃあどっかにティエルの家もサナの家もあんのかな。どこだろう、カフェ。ここだ。見つけた。いたー、お前か？なんてこと、君のトリックテクってば。振り切れてるわ。あなたこそトリックマスター。トリックの概念そのものと言って過言ではないレベル。トリックさんはあなたにぴったり。二人のテクニック、はい。なんだっけ ?360 度、360みたいな名前だっけ。あ、そうだ、360と読むの。段差を使い、空中で左右に回転を決めるのよ。スライドパッドは左右どちらかに一回転させながら飛び越えられる段差でジャンプ。あなたならやればできるわよ。はい、なるほど。飛び越えられる段差ってマップにあるやつか。こういうエテアベニューの中の一個だね。通りなんだね、アベニューって。じゃあちょっと回復してからさっきの場所行こうか。さ、帰ってきたので行きましょう。あんた、なんてかっこいい。かっこいいな、かっこよすぎるぜ。頼む、ボスにやってくれよ。ボース！行きな。損壊し失礼ないようにな。なんたってボスだからな。え、じいさんだ。よく備えられました。私はボス。もっとも名前など私を示す記号だからね。君は？ラキアというのか、いい名前だね。私は待っていた。ローラースケートをするためにこの世に生まれたような人物を、そして今この瞬間ようやく巡り合えたようだ。君ならこの技、私よりも使いこなせる。コスモフリップ。教えたのはターンダッシュしたまま段差を飛び降りることで繰り出す。難易度の高いテクニック。コスモフリップ。君が技を使いこなせたら思い残すことはない。って言ってるけど別にいらないんだよな。ゴミ箱がある。
ひとたび滑り出せばミアレのみんなが見とれてしまった。伝説のローラースケーターと伝説の技知りたいよ。それかコスモフリップ。早すぎるっぴ。曲がったスプーン。これは何？メガジュ。技だ。バックアウト。この段差越えられないの。よくわかんねえんだよな、技。マップのあの技の、技じゃねえ、段差って、あの飛び越えれるあれのこと言ってんのかな。あ、スプレケート。違うよね。階段は違うよね。よくわかんねえや。さて、じゃあ、行きますか。もうギリギリだったんだね、次の場所。怪力そうだった。誰も覚えさせてねえんだった。怪力ねー、誰か覚えるかねー。親ブンブン？微妙だな。マーベルもね、さっき地震を覚えたばっかなんすよね。で、まあ。原始の力を忘れさせちゃったっていう、ミスったなーって、ちょっと思ってるけど。暴れる強い、地震強い、ドラゴンクローがまあ微妙っちゃ微妙だけど、この辺は、噛み砕くは特性の効果で上がるから、別に、ちょっとね、本当に、微妙なのよ。あー違う、なんか、ループさせる。親分に帰り気かなぁ。ラースでもいいけど、ラースもね、何忘れさせるって話になるからね。グローパンチ強いけど、まあ、剣の舞があるからいっか。グローパンチで。波動弾は、個人的には象徴の技だから覚えててほしい。オッケー。秘伝要因を用意してないからな、今回。鳥だ。鳥じゃねえ、スカイバトルだ。ん？これ上行ったけど何もない。階段が奥にあるのか。どういう立地してんの、このホテル。こんだけ怪力させる場所があるのに、秘伝じゃないんだな、怪力。まあ、必須じゃねえか。寄り道だもんな、これ。こもて。君はトレーナーなのか、うろうろしてる、君は。あ、トレーナーか、普通に。はい、終わり。なんか、ローラースケート技もう一個あるわ。同じように、ミアレで。覚えれるっぽいんだけど。こんにちは。投げつける。後で覚えに行くか。なんかターンダッシュ？進んでる方向と逆にスライドパッドをやると使える技があるらしい。はーい、お疲れ。グッバイ！まあ、トリック覚えたところでなんですけどね。冒険に意味あるかっていうと、そんなことは別にないしね。君はトレーナー臭いね。あ、帰ってきた。一周してんのか、これ。じゃあ、の。はーい、終わりじゃ終わり。壁熱っ。大丈夫か？これ崩落して壁できてちゃうよね。プロテクター。
てかまあ普通に廃墟に入り浸ってる時点でアウトなんだけどね。土地の管理者ってのがいるから不法侵入だぞ普通に。良い子は真似するなよ。あんまない。なんかここ揺れてるやつあったじゃん、ゴミ箱。ヤブクロンが出てくるか、火曜日限定でロトムが飛び出してくるらしいぞ。まあつってもロトム仲間にするスペースないけどね。ロトム姿変化ができんのかな、だったら便利だけど。え、この居合切りなんか意味が、ああ、普通にあそこか。行けんのか。どりゃー。あ、不思議な目。他には何もない。ダウジングとか聞きそうだけど。なんだこれ。俺はどこに向かってるんだ？スカイバトル。え、これどこと繋がってんの？ん？ああ、普通に話しかけられんのか、これ。さよなら。三角。また来て四角。ちょっとマジで、ま、戦うだけ損な気がするな、スカイトレーナー。うちのさ、ポケモン、飛行、スカイバトルに参加できるのが炎飛行っていう、同じタイプなんすよね。間違えた。なのであんまりタイプ相性的に一緒なんだよな、受ける技が。あ、なくなっちゃった。まあいいや。え、これどこに来たいの？あ、トレーナーかよ。どけ！邪魔だ！さっさとあっち行っとけよかったな。なんだここ。わあ、なんか来たー。どけどけー。邪魔だー。なんか無駄な時間を過ごさせられてる。今なんか、バッサーってなったけど、ね、ポケモンでも飛び出してくんのか。あ、あったのか。なんか向こうにもまだ行けるんですけど。どうなってんのこれ。はーい、お疲れー。解散、解散。とうとう親分もレベル50になっちゃったねー。じゃあ、あ、違う違う違う。次はマーベルあたり50にしたいな。48が3体じゃない、4体もいるわ。え、まだあるんだけど、これどこに繋がってんの？なんだいここは。滝登りの場所があるな。いけないっすね。え、なんだここは本当に。ん？なんかたどり着いた。釣りハウス。16番道路。どこ？これ。あ、ミアレか？あ、ミアレ帰ってきたわ。あ、じゃあ、ちょっとトリックを探しに行こうかな。あ、あれか？こいつか？あ、こいつだ。ベール。地面を蹴りスピード2倍以上にする大技。それがターンダッシュ。進んでる方向と逆にスライドパッドを入れる。君よ、風になれ。どういうこと？ん？どうやんのこれ。なんかヒュンって鳴ってるとコンボが出てるみたいな書いてあったな。これか？今出てんのかなこれ。通りから出たいんだけど、どっち？あ、出たわ。オッケー。一瞬で、あー、まあいいか。出たとこでかけ直そう。風を切る音がすればトリックが発動してんのかな？
あ、早くなってるな。確かに。これ無意識に発動させてなかったっけ？たまにめっちゃ早いなって時あったよな。なんだこれ。ダイブボール、いらなーい。こんだけか。まあ、釣りの人は別に話しかけなくていいや。バック。シルスプ。もうなくなるな、シルスプ。ん？なんだこれは。どこの繋がってんだ、これ。何もないとこずーっとね、行ってるから。動画どうなってるかわかんねえな。バトルは基本カットだし、何かイベントがあったわけでもないし。とりあえず帰ろう。あの場所へ。オッケー、帰ってきた。ここ行ってればさっさと終われたな。いらぬ寄り道だったかも。風女タウン、ここは何があるだい？やあ、ラキア。ああ、びっくりした。お久しぶりですね。僕もさ、若い頃はいろんな地方を巡り、様々なポケモンと出会いつつ、土地ごとの味わいに気づいて食べ歩きも楽しんじゃってね。結果、カロス各地のカフェに詳しくなったりしてさ。博士。もう、デクシオくん、話が繋がっているんだよ。ウラダリさんが話していたポケモンのこと覚えてるかい？何のことだっけ？時間経って忘れちゃった。いいね、さすがだよ、さすが。あ、伝説のポケモンの話か。カロスの伝説ポケモン。名前は、イベルタル。文献によるとだね。かのポケモンを見た者はあまりのパワーに圧倒され、こう伝えるのみだった。まるで Y という文字のようなポケモンと、雑。なんでもエネルギーを吸い取ってしまうポケモンらしいね。千年とも言われる寿命が尽きると、周りの魂を奪うってさ。それほどのすごいポケモンが今はどこにいるのでしょうか。カロスの伝説ポケモンは活動エネルギーがなくなると人知れず眠るらしくて居場所のヒントも分かってないね。先ほどの文献も1000年ほど前、昔のものだし、アラキアさんたちが見つけたらすごいですよね。僕も伝説ポケモンのこと調べてみようかな。何か分かればお知らせします。相方どこ行ったの？君たちが見つけたら痛快だね。だけど君たちの旅は君たちとポケモンのもの。とにかく好きなように楽しんでね。楽しんでほしいね。それ言いに来ただけ？ああ、びっくりした。博士もう行っちゃいました？いや、追いつけるんじゃない？直接ポケモン図鑑を見てもらいたかったのですが。まあ、評価ポケ戦のパソコンからもしてもらえますし、僕はフロストケイブのポケモンを探して、もっともっとポケモン図鑑を埋めるとします。何見てんだ？ローテンションバトル。ローテーションバトルあんの？あーれー。さっきのこれが、これやってる最中に段差を降りるみたいなこと書いてあったかな。すると、行っちゃった！フロストケイブ。トリックが発動するらしい。いやー、まあいいけど。どうやって発動した？今。これ発動してんのかな？ああ、発動した。まああんまよくわかんねえな。トリックは。回復。さて、今回ここまででいいっちゃいいけど、何するんだこれ。この、いらっしゃいませ。ああ、桃ミルク。いらないっす。抜けれるな。まあ、フロストキーブってところに行ってちょっと探索すんのはありっちゃありだけど、それ以外はほぼ通過点なのかな。ここは何だい？なんでもない場所か。大きな根っこ。
フロストケイブに行くぐらいかと。他になんかあんのかこれ。風車がありますね。おお、面白い視点だ。この風車にもソーラーついてんのかこれ。ここ雪降ってるからあんま発電量良くないと思うけど。よし、まあ今回ここまでにしとくか。次回ね、フロストケイブに向かいましょう。というわけで今回はここまで。それではまた次回。バイバイ。